はい、皆さんこんにちは。今日はね、Google Pixel 8で撮ってます。どんな感じだろう、いつもと違うと思うんだけど、で今日はね、何の話かっていうんだけど、話なんだけど、 iPhone、50 Pro 前にね、これのケースね、 Apple 純正の汎用分ケース、ボロクソに言ってたと思うんだけど、もう汚れがひどくてね、なんていうの、黒くなってるでしょって言ったところがもう真ん中辺まで来ちゃってさ、ちょっとね、さすがにあそこまで行くとね、見るに耐えないから、捨てました。ゴミ箱にポイ。さすがにね、ないな、あれはな、1万もするんだよ。もう4ヶ月で投げるんだからもったいないよね。しょうがないもんね、でもね。こればかりはね。ということでね、ファインウーブンケースを捨ててね、今、クリアケース使ってます。これの方がなんか、ナチュラルチタニウムのこの、なんちゅうの?色味がわかる。で、ここにね、リンクが入ってる。磁石で、普通ここに下にピヨってあるんだけど、俺あれ嫌いなんだよね。これだからもう僕の好みです、このケース。これはね、トリニティっていうところの、クリアケースですね。こう裏面が、なんていうの、この、TPU っていうの、プラスチック素材。で、横がちょっと柔らかい素材。で、すごい薄くて、そんなに大きくなりません。つけても。このケースはすごいいいですね。ただ、このタイプのクリアケースっていうのは、使ってるとだんだん黄色くなってきます。これで値段いくらだったっけな ?2000 円ぐらいだったと思うんだけど。使ってるとね、だんだん黄ばんでくるんですよね。この透明なやつはね。ただ、やっぱりね、このナチュラルチタニウムの色味をね、出すには、これがいいかなと。で、この、ね、リングだけっていうのもね、アップルマークが真ん中に見えるっていう、これもちょっといいかなと思って、トリニティっていうところのケースを使い、買いました、ヨドバシでね、で、使ってます。はい。ということでね、今日はね、ケースの話ですね、iPhone の。まぁ、ちょっとね、Pixel 8で動画撮ってみたかったっていうのもあるんだけどさ、どんな感じで違うのかなーってね、ちょっと色味とか違うと思う、いつもよりね。いや、でももったいないなぁ。9800円、4ヶ月で投げるっていうのもね。アップルの対応も対応だったしね。製品の使用上仕方ないと。っていう回答。アップルでもそうなのみたいな感じだよね。本当に。天下のアップルさんでもね。だから株価下がるんだよね。ということで。今日はね、短い動画だけど、ワインウーブンケースを捨てたということです。もったいない。もったいないけど、しょうがないもんね、洗って綺麗になるもんでないしさ。布っていう、シルクみたいな感じだよね、触り心地ね。やっぱね、どうしてもね、その潰れて黒くな、角からね、潰れて黒くなってくるっていうのはわかるんだけど、まあ、手垢もつくしね。持つところはもちろんだけど、もうやっぱり全体的に黒くなってくるわけよ。僕茶色っぽいケースつけてたんだけどさ、どうもダメだよね。来年は多分は僕 iPhone 買わないと思うんで、毎年言ってんだけどさ、結局買うんだよね。来年は買わないと思うんで、まあね、アップル純正のケース買うことはないと思うんだけど、もしね、レザーケースが復活したら、買おうかな、買いたいなとは思うんだけど、まあ、復活しないだろうね。まだ売ってんだろうか、ファインウーブンケースね。ダメだよ、あんなの売っちゃう。ということでね、今日はね、ファインウーブンケースを捨てて、トリニティのね、クリアケース。を買いましたっていう動画でございました。はい。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。